この辺はまだ睨み合いです。これで少し間を取った小池、タッチラインにエリキ、ワンツーで小池、えぐって小池、折り返した、水沼がいた、先手を取りました、F・マリノス、エリキと小池で左を突破。ウイングが引っ張って鹿島のサイドバックを押し下げたときに、鹿島の右でいうと荒木だと思うんですけど、荒木が一個前にプレッシャーかけて、そのビヨーンって広がったところに今スッとこう小池が入ってきたんですけど、まああいったところは F マリノス結構狙ってきますから、鹿島からするとあのね、サイドハーフサイドバックのちょっとこう縦に伸びた空間をうまく使われてしまって、で後手踏んでクロス上げられてって形になりましたから、まあプレッシャーをかけたい、ボール奪いたいっていう相手のプレッシャーかけて、そのビヨーンって広がったところに今スッとこう小池が入ってきたんですけど、まああいったところは F マリノス結構狙ってきますから、鹿島からするとあのマルコスジュニオ、さあ水沼もらって逆サイド、エリキ、エリキにふわっと入れました。入り込みすぎたんでジュニオサントス、エリキ打つ、早い展開から追加点来ました、 F マリノス。鹿島がチャンスを迎えたなって後の F マリノスのカウンターでしたけども、鹿島もね、長きの戻りとレオの対応もあったんですが、ちょっと局面の、まあ、こぼれ球の部分が、まあ、F マリノスにこぼれた部分もあるでしょうし、まあ、そういった勢いも感じられる攻撃でしたので、あとはまあ最後のフィニッシュのところ、冷静さは際立ちましたね、よく見てましたね。